おはようございます。7月18日モーニングショットをお届けしたいと思います。本日ドル円でございますが、138円の6555引き付けて買いから、今日指値は60に入れております。138円の35でストップ、139円の0515での利食いを。ユーロドルは 1.12 の1505で買いから、1.1180 ストップ、1.12 の6575の利食い。ユーロ円155円の7060買い、155円の35ストップ、156円の1020利食い。ポンド円181円の1505で買いから、180円の85でストップ、181円の8595利食い。タイドル 1.305040 買い、1.3020 ストップ、1.311525 利食い。OGM、94の2515買い、93の90ストップ、94の8595利食い。タイドル 0.684555、 これは売りから、 0.6880 ストップ、 0.679585 利食い。ニュージー円87の6050買い、87の25ストップ、88の2030利食い。タイドル 0.635565 売り、 0.6385 ストップ、 0.63 ちょうど 0.6290 で買い戻しのイメージを作りました。まあ60つかず90台行ってもすぐに叩かれといった状況で、まだあまり方向感がはっきりしておりません。あんまり高いところ買っていくとね、あの煮崩れ起こすかもしれないんで、なるべく引きつけて買って、まあ100できれば140円台売りたいんですけど、139円台売りたいんですけど、まあ、届かなければ、まあ、138円の後半でも、まあ、仕方ないという感じで、利食いをしてみたいと思います。まあ、日銀の多分金融政策が変わるかどうかということが今目下の一番マーケットが注目しているポイント。特に海外勢は何かしらの修正が加わるということで円買いをしやすい。ないと思えば、まあ、基本的には円売りを仕掛けていってもいいのかなという気もしてるんですけど、今月は個人的にはないと思っております。ただし全員一致かどうかというと、これはちょっとクエスチョンマーク。だから現状維持と出て瞬間円売りがかかって、でも賛成が例えば何々反対何々というふうに出て BOE のように出てくれば、まあ、当然、要するにイールドカーブコントロールの修正を賛成した人間がいるということで、当然円買いも起きる部分があるだろうと、そんなようなイメージで見ておりますが、まあ、今日のところは下がったところをちょっと買っては、あの利食い千人力で考えてみたいと、そのように思います。また本日何かございましたらお取引お願いしたいと思います。それでは本日のモーニングショットこの辺で終了です。